ここは週に一度開かれるブランディングオフィス的場クリエイトのお悩み相談室。どうやら今日もビジネスやデザインに関する疑問や質問のお手紙が届いたようです。さて今日はどんなお手紙なのでしょうか。皆さんこんにちは、こんばんは。ブランディングプロデューサー的場クリエイトの健太郎です。早速今日も質問にお答えしていきたいと思います。先日僕のセミナーに来ていただいた A さんからの質問です。ありがとうございます。これまでビジネスをされていて単価の上げ方、サービスの設定など頭でこうしたらよいと分かっていても心のブレーキがかかることはなかったですか。また企画提案してうまくいかないときはどうされていましたか、というご質問です。ありがとうございます。まずですね、単価の上げ方、サービスの設定でこうしたらいいと分かっていても心のブレーキがかかることはなかったですか、という最初の質問なんですけど、最初に答えを言いますと、あります。ブレーキはかかることは、これまでたくさんありました。今もかかったりするんですけど、例えばどんな時だったのかと言いますと、僕が、動画の作り手、クリエイターではあるんですけど、動画の作る専門の人じゃなくて動画の講師として関わっていた企業様がいるんですけれども、でその自分たちで作れるように内製化できるようにしましょうということで僕関わらせてもらっていたんですけれども、それがね、どうにもやっぱり日々の業務だったりとかそういうのが忙しすぎて自分たちはちょっと動画を内製できないなっていうことで皆さんと一緒に判断したんですね。でその時どうしたかと言いますと、僕はじゃあ動画の先生として動画を教える立場で関わらせてもらって、そういう契約の内容で入ってたの でその時に契約内容を見直して、僕が企画からあれ編集まで一挙に引き受けようって引き受けますよっていうことで、こういったサービスをちょっと契約内容を変更していきませんか、ということでご提案をさせてもらったんですね。でその際ですね、今までその動画を教える人ということで先生として金額でご契約していたもので、それで今の金額だとね、やっぱりどうしてもその作るっていう工程、企画から撮影から編集までっていうところが生じちゃうの で今の金額だとやっぱり自分が苦しみながら皆さんと関わるみたいな、そういう姿がちょっとやっぱりイメージが出てきちゃったので、これはやっぱりどうしてもやっぱり金額、ご契約のこの内容とあと金額ですね、それをちょっと上げていただきたいなっていうことで、そのエビデンスと一緒にご提案したんですよね。でエビデンスっていうのは何なのかというと、例えば動画1本作るのにこのぐらいの時間とこのぐらいの費用かかります。でこれを週に1本で月に4本作るっていうご提案だったので、4本ですね、月4本作るっていうことだと大体このぐらいの金額感になりますよということでご提案と中身をまず提示させてもらったんですよね。でこれをやることによって大体コストがこのぐらいかかりまして、で僕が関わらせていただくことによってこのぐらいまで抑えられますよとか、このぐらいの金額感でしたらどうですかっていうことで、この資料とあと資産ですね、お見積もりとかもそういうのを一緒になって提出させてもらって、それで説明をしていったんですね。でいきなりですね、いやこの仕事無理ですとか、この金額じゃ無理です、上げてくださいっていうのは簡単なんですけれども、でもそのこれでやっぱりお仕事ってコミュニケーションだと思うので、そう一方通行的にバシッと言うのではなくて、これこれこういう理由なのでということで、自分でまたその資料を作る上で整理整頓できると思うんですよね。で自分で整理整頓できた上で、丁寧にお客様にちゃんとご説明をして、きちんとコミュニケーションを取っていくように、取れるように努力をしたりとか、そういう意識をしていきました。単価を上げる際とか契約内容を見直してもらう際はですね。でその結果は先方の方からもご納得いただいて、で契約更新&ご契約費用のアップということで、またご契約してご契約を継続していただいたっていう経験があります。でもここで余談なんですけれども、お仕事されている時、クライアント様がいるお仕事の時ですね、一緒に関わっていく中で、これちょっと言いにくいけどここをこうした方がいいなとか、こう思う場面ってあると思うんですよね。でもその反面、でもちょっと今の費用感じゃこの自分がね、このぐらいまた時間をかけてとか、その労力をかけてこのお客様のこういう姿だったりとか、そういう可能性を自分がその実現できる
できるんだけど、でも今の費用感じゃ無理だなと思いながらも、それを押し殺して自分が無理しちゃってる人っていると思うんですよね。なぜなら僕がそれをやってきていたので。で、まあ、でもその相手も人間ですし、まあ、ましてやこれまでね一緒にお仕事をされてきていた仲じゃないですか。でそれでまあ信頼関係も出来上がっていると思うんですよね。でその中でもやっぱお金のブロック、そのでも今の費用感じゃ無理、じゃあ開けてくださいって単純に言いたいんですけど、でもお金のブロックって誰しも大なり小なり持っていると思うんですよね。でそれをまあ無理やりですね、まあ、恥ずかしいとかブロックは外さなきゃみたいな、そういうので、まあ、隠す必要もなくて、まあ、その怖さも一緒に伝えてあげるのがいいかなと僕は思うんですよね。なんかそっちの方がなんか人間らしくていいんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、もっとこうなれる、そのお客様にもっとこうなれると思うんで、この間やってみませんかってことで、まあ、ただですね、それには今の費用だとちょっと僕が無理しちゃって倒れちゃいそうですとか、ちょっと無理しそうなのでこの費用感だとちょっと合わないかもなと思いましてっていうところでどのくらいかかるのかっていうのを試算してみましたっていうことで、お見積書だったりとかその提案書を、まあ、一緒に合わせて提出していただいて、でそれで一度ご検討いただけないですかっていうことで、お客様の方にそれを一緒に提出して、まあ、検討いただくっていう感じですかね。まあ、口で説明されるよりもやっぱビジュアルで見せてもらった方がお客様的にも分かりやすいですし、何よりもね、この人ちゃんと自分のこと考えてくれてるなみたいな、こんな資料まで用意してきてくれてるんだなっていう、その思いもちゃんとね伝わっていくと思うので、でやっぱりその相手軸で考えていくと、こっちはもうご提案して、もっとさらにこういう未来が見えてますよ私はっていうのをちゃんとねきちんとコミュニケーションを取って表していかないといけないと思うので、でそうすることで、まあ、思いが伝わりやすい、自分の、まあ、こういう真心からご提案させていただいてますよっていうところの思いが伝わりやすいんじゃないかなって思います。はい、でここでまとめますと、お金のブロックですとかその単価を上げる際はですね、まあ、丁寧なコミュニケーションを心がけていきましょうということです。でそしてそれを僕も実現してきまして、でそれで先ほどお伝えさせてもらった通り、まあ、ご契約内容だったりその月々のご契約費用をアップさせていただきました。でそしてまあそれが通ったら、まあ、その提案とこのご契約の提案と費用がアップということで、それが通ったら、まあ、自分の自信につながるっていうところと、そうすることでね、お金のブロックってどんどん少しずつ外れていくんですよね。ブロックって結局自分が勇気を出してその先に踏み込んだか踏み込んでないかっていうところで、ブロックの少しずつ壊れていくそのきっかけになっていくと思うので、まずは勇気を持って一歩踏み出す。でその一歩踏み出す際はきちんとですね、相手に伝わるようにコミュニケーション取れるように何か物を持っていく、その提案書なりお見積書なり、もう本当に文章とかでもいいですし、私はこういう思いでこういうご提案させていただいてますっていうところで、相手にちゃんとね、真心思いが伝わるようなツールを一緒に持っていくといいんじゃないかなって思います。次の質問いきたいと思います。企画提案をしてうまくいかないときはどうされていますかっていうご質問なんですけれども、まあ、答えから先に言いますと、素直にお客様に聞いてますかね。うん、でどうしたらそのサービスをご契約してもらえる気になるのか、あとは、まあ、このサービスどこが気になって契約至らなかったのかとか、どういう点改善したらいいですかねっていうところですね、を素直に、まあ、そのお話聞いてくださった ご担当者様に聞いてみます。でもし今それを教えてくださったら、まあ、きちんと感謝の気持ちをお伝えして、そしてサービスの改善を行って、僕だったらちょっともう一回アタックしていきますね。まあ、この点ちょっと気になるところを改善してみて、自分なりにももう一度サービスで見直してみたんですけど、いかがですかねっていうところで、まあ、もう一回、ね、アポ取れるんだったらもう一回アポ取って行ってみたいと、行ってみます、僕でしたら。で一応サービスって昔は一方通行で良かった部分、良かったと思うんですよね。まあ、より良いものを作れば売れるみたいな、何かで困ってる方がいたらこういうサービスを作って、その穴を埋めるかのようなサービスを作って、それがビジネスになるみたいな、まあ、でも最近思うんですけど、まあ、僕が心がけてるっていうのもあるんですけど、そのサービス作る時ってこれお客様と一緒に作っていこうっていうのを意識してるんですよね。
まあ、例えば僕が今立ち上げているセルフブランディングを学びながらビジネスを成長させるっていうザ・ブランディングラボっていうのを始めて、そこの学長を務めているんですけれども、ここでですね、皆さんと連絡を取るときに公式 LINE を取り入れて、まあ、やり取りを行おうかと思ってたんですけど、いろいろちょっと初めて使うもので結構まごまごしちゃってたんですよね。まあ、今もまごまごしてるんですけど、で、まあ、どうしたかと言ったら、そのラボ生の方にですね、こういうことしたいので、もし知ってたら教えてもらえますかっていうことで、素直に聞いています。で、まあ、LINE はあくまでツールの一種なんですけれども、まあ、随時チャットで質問できるっていう、まあ、ラボ生の方は皆さん僕にね、随時チャットで質問できますよっていうことで、サービスの一つとして組み込んで、そのツールに LINE を使いたいっていうことで組み込んでるんですけれども、ただね、このツールの使い方をまだちょっとね覚えてないというか、まあ、マスターはしきれてないっていうところがありまして、まあ、ただね、その LINE のプロになりたいのかっていうと、またそれはまたちょっと違ってて、僕は皆さんとコミュニケーションが取りたいっていうところの一つ大きな目的があるんですよ。まあ、なのでこの LINE を使いこなせてないからなっていう、そのブロックが働いて、じゃあこれちょっとみんなに聞くの恥ずかしいし、なんかちょっとそのプロとしてサービス出したけど、これをなんか聞くのってどうなんだろうなって、なんかどう思われるのかなっていうブロックがちょっと僕の中で働いたんですよ。働いたんですけど、あ、でもまずはこれちょっとみんなと一緒に、みんなの力を借りて、このサービスをまずは走らせていきたいと思ったので、こういうこともちょっとぶっちゃけてオープンマインドで話すようにしてみました。で、そうそう、なので僕は LINE のプロになりたいわけじゃないんですよ。LINE は一種のツールなので、まあ、このもしですね、僕がこの LINE の使い方、LINE のプロになって、このツールの使い方を覚えてマスターできたら、サービスを開始して、あ、でもね、まだここがプロの域じゃないぞみたいなのやってると、いつまでたってもこのザ・ブランディングラボは始まらないし、この僕が世界を変えたいと思ってやってることがいつまでたってもその形にならないんですよね。ブランディングラボを始めようと思った時は、これはまずちょっと僕の挑戦でもあるし、だから僕は最初この皆さんとこの場を作っていこう、お互いを尊敬し合いながらサービスを共に作れるように、僕からオープンマインドで積極的に関わっていこう、で、わからないことはわからないっていうことで、皆さんこれどんな感じなんですかねっていうことで素直に聞いていこうって決めて、ザ・ブランディングラボを始めたんですよ。で、まあ、そもそもビジネスって答えなんてないし、完璧なんてないし、それを目指してたらいつまで経ってもサービスって、まあ、開始できないんですよね。まあ、いろんなリスクはあって、そのリスクをどうやって回避するかっていうところに思いを巡らすっていうのもあるんですけど、ただ、走らせないとわからないリスクってあるじゃないですか。で、それをやっていって、もう走りながら考えながら改善しながらゴールへ向かいながら、でも、自分のサービスいいねって言って来てくださる方には、もう 120% ご満足いただけるように最大限努力を行いながら、もう全て一緒に走らせるっていう、これがのサービスを作る楽しさ、ビジネスを作る楽しさでもあるんじゃないかなって僕は思ってます。企画提案してうまくいかないときはどうされていますかっていうところで、僕は素直にお客様に聞いて、一緒にサービスを作りませんかということで、サービスを作りたいので教えてくださいっていうふうに、僕はオープンマインドで関わっていこうとしますね。はい、A さん、お便りありがとうございました。いかがでしたでしょうか。またわからないことや、さらにですね、疑問がありましたら、コメント欄もしくは公式 LINE にてご質問ください。詳しくはですね、ぜひ概要欄をご覧ください。では皆さん、ご拝聴ありがとうございました。